もできる。おーおお。あ、じゃあ釣ってもよかった。始めるの。釣ってもよかった。お前が言うか。あのさ、トータさん聞いていいですか。はい。ベントで飛んだ？ほら。ベントで？ベントでなんか飛んでない。では皆さんよろしいでしょうか。はい。それでは始めていきたいと思います。よろしくお願いします。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 ポチッと。CM。ポスターです。ナイス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 。もっと裏って感じしますね。なんかですね、ネギやですよね。アイコンの阿部下半身なくなってるけど大丈夫ほんまや、ボスがでかいん、死んでる、めちゃくちゃでかい、長いな、長いほんまや、生で伸びてますね、これ。ああ、また好きしょ、明日になってよかったな。単純な悪口や、バチバチや。対戦しただ今日なんかほんとノリがいつもと違くていいわ。いつもと違う村ってなんか何が起こるか分からなくていいよな。まあ、安心感あるっていうのはいつもの村とかになるんだろうけど、生き慣れてる村とかやり慣れてる村とかになるんだろうけど、まあメンツで言えばやり慣れてる人ばっかだからね、初めましていないし。あ、え、下手だ今日。あら、ピカチュウが死んだ。はーい、おお、ピカチュウが展望デッキで死んでいたんですが、はい、うん、イベントに入った方がいます。私ハンバーガータスクを停電中にやっておりまして、直しに行こうかなと思ったら直ったんですよ、手もデッキ入る瞬間ぐらいに、うん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 、で行ったらがクロスさんが倒れてました。でイベントに入った方がいるので、うん、この方の情報を聞いてと思っております。ああ、誰かを見たわけではないけど、誰かはわからない、ごめんなさい。じゃあ、タコツで停電を直したゲンさんと一緒に僕います。あ、了解です。はい、あ、ちなみにゲンは配電盤触ってただけで直してはおらず、うん、真ん中が最後上がったのを見ました。はい。スナパイゲンが大丈夫で、タケオアベレージがエレキで今見合ってる状態です。マシャカリトータスアーカイブです。浮いてるわ。そうだったっけ？あれ？あ、嘘、え、そうだったっけ。ごめんなさい、嘘つきました、ごめんなさい。柿がエンジン脇で金庫行って最後リフト乗って右行きました。リフト乗った人多分誰もいないと思うんで、それで証拠が出ると思いますが、どうでしょうか。はい、あ、アシューミーティングです。お、はい、うん、え、でもそしたら誰もいないやん、俺が一番怪しいぐらいやん。それかアシューさんじゃない。まあ、アシューさんも、うん、うん、浮いてるね。アシューさんってどこ脇でどうやって見てみたんですか。僕はエンジンルーム脇でコミュニケーションでダウンロードタスクやって、その時ピカさんと見合ってます。でコックピットタスク終わってそこからミーティング向かいました。うん、ちなみに停電直した方は結局どうなったんですかね。ピカクロスさんじゃない、ピカさん、ね、なるほど、ピカさんが直した位置は停電直した位置だったんですか。そうそうそう、配電のとこので倒れてます。あー、まあ、ついつま回ってますね。うん、アシューさんミーティングのどこら辺まで行ったんですか。ミーティングの奥です。奥でタスクやって。うん、なるほど。なんか、カキさんと会ってないと。でも、奥まで行ってるんなら、うん、ワンチャンって感じはある。可能性的には、足湯カキのどっちかか、ネロちゃんのセルフか、うん、二郎でかばい合ってるかなんですけど、ね、まあ、ね、あんまりネロちゃんが嘘言ってるようには感じない。まあ、でも、ほぼ本当ですね。僕、キッチン脇でピカさんが最初、展望できました。おお、あ、じゃあ釣ってもよかったな。今年始めるのか。釣ってもよかった。お前が言うか。お前対抗だぞ。お前対抗だぞって面白いな。お前対抗だぞって超おもろいだろ。ヌーンだけ確認しとくか。お前おー、ナイス、ナイスボタン。まあ、
宿舎前で湧いて昇降機が右に移動しているのを確認したので、まあ、柿さんの方が心象は良くなりましたね。あ、で、まあ、足湯さんどうします？別に僕はローラーしてもいいんですけど、ただ他の二郎のかばい合いのこと考えるとなんか今釣るの早いような気もするしますけど、セルフ先輩いないですかね。あ、そうか、かばい合いが発生するとしたらネロちゃんってどういうルートで発見なんでしたっけ？そうなんですよ、ね、ハンバーガータスクやって発見です。その前は、うん、武器っ子かな、うん、もう一回2人の位置教えてください。2人見合ってるって言った人、ゲンスナッパイが貨物を見合いました。貨物、はい。タケオアベレージがエレキ、はい、はいはいはい。トータスマシャカリが、アーカイブ、シャワーからアーカイブ。そうですね、トータスマシャカリがシャワーからアーカイブ。この2ペア今回できないから。ちなみに自分キッチンでピカクロス見てて、ハンバーガータスクやってピカクロス見た後、うん、セキュリティでテープ回してるアベレージさんの後ろ通って貨物行った。あ、そうなんだ。なあ、うん、え、あ、そう、貨物。そうですね、僕キッチン端脇でピカさんが展望来て置いてセキュリティ行ったって感じなんで、うん、まあ行ってるみんなのルートもあってるし、まあ、あっち的にはいるから分からんので、まあ、うん、落とすんやったら僕だけ落とすか、それかそのまま進行か、どっちかがいいか。俺ならセリフに切らせればいいんじゃないですか。あ、確かに、うん、確かに確かに。落とすんなら、まあ、うん、まあ、そう。セリフいます？あれ？あ、死んでる。これはセリフクロスやん。セリフセリフクロスやんか。もうこれは締め切、いやでもこれは締め切った方がいいと思いますよ。締め切った方がいい。うん、そうですね。トランクの切ってセリフでしたって言われてもね。そうそうそう、困るんで、もうじゃあ縄で倒すしかないですね。ご用だご用だご用だ。まあ、お中さんが本当に違うケースの時だけって言うと、カキさん、いや、ないかな、ないかな。カキさん以外にだって脳を動かせた人がいないわけで。あ、そっか、じゃあもうこれになるんじゃないですか、ローランド。ローランドセルフ、セルフペット機能。動いてたの見て、見た後に僕もミーティング行ってるんで、だからあのカキさんを落とさず、二郎を追ってください。それか、あれ、ネロちゃんのセルフか。うん、お願いしやーす。ゆうさんやっちゃったな。竹雄さん。竹雄トータス。ん？押すんや。ナイス。早かった。ドライブ。一応さっき足湯さんが僕がリフト乗るの見たって言ってたんですけど、足湯さん最後奥のタスクやったって言ってたじゃないですか、ミーティングの。うん。もし僕を見てたとしたらそんな時間ないと思うんで、僕結構リフト乗ってすぐ通報入った形なんで。だから人外なんだろうなーって僕目線は思いました。なるほど。うん、まあ、はい、足湯さんの遺言で柿さん落とさなくていいって言ってるから、うん、いいんじゃないですか。あと、ゲンです。多分ネロチャンス落とすか否かのって議題なんですけど、私は落とさなくていいと思ってて、うん、展望デッキっていう、まあ、マップの端っこかつ、直近でベント見たっておっしゃってるんで、うん、なんか犯人を広げる気のない位置だなと思いました。うん、ご自身で殺してた場合でも。うん、まあ、多分インポスター、足湯さんで落ちたとしても、もうジャッカルが切りに来ると思うんで、うんうん、まあ二陣外、うん、二陣外警戒で進めいいと思います。はいはいはい。はい、おなんか積極的に釣った方がいいよな、やっぱり。一人ごと。はい、一人ごとです。一人ごとって言われるやばいな。疲れてんのかよ。マッシャ。
超強いじゃん村。いや強いですね。同様の声が聞こえましたね。え、ロック俺が1から7のやつやっとる途中に押されたんで、うん、忘れないように知らんがな。24613だよ。ああ6 7 5 2 3 1 8 2 5 3 2 6 8 9 2 3 5 6 7 4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 
ゃあ5462258344。よし、これめちゃくちゃや。サボ入った今。やばーい、タスク終わる早い。またターンで終わりそう。最高、タスクのルートが正解。小一。あよっこら小一。うわー、すごい。これは強いのが来るよ。あのさ、トータさん聞いていいですか。はい。ベントで飛んだ？ほら。ベントで？ベントでなんか飛んでないよ。飛んでないか。あな、いやなんかね、あのコミュニケーションで一回会って、うん、はい。トータさんコックピットの方行って、僕コミュニケーションで銃だけ拾って、うん、あのまああのボタン押されるかなと思って、ちょっとアドミンでも見に行くかと思って行ったら、うん、誰もいなかったからあれと思って。あでも僕停電中武器庫でトータさんとすれ違って、うん、多分また戻ってきたから、うん、どっちから来てましたそれって。多分キッチンから武器庫かな。でも武器庫のドア閉まってたんで、うん、武器庫でタスクやってたんですかね。まあ、そんなに疑う要素か。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。ちょっとあの、あれと思っただけなんで、大丈夫です。ベントでは飛んでないんじゃない？あの、うん、言い方的には。どういうこと？女性がインポスターの可能性はあるけど。ちゃんと歩いていったけど、インポスターっていう可能性が。そうそう。それは全員言うことが。追い始めたら、もうわけわからないんだけど。そんな風に聞こえたから。うん、あ、そうかそうか、トータスさんの言い方がってことですよね。そう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 。あちなみにタスク終わりそうです。タスク終わりました。ミートゥー、あと3つ1個です。あ終わります。終わったんで暇しておきます。はよ。ちなみにトースタスさんで最後ミーティングまで来てますか？聞いてないです、言ってないです。いや展望っすね。展望だ。ミーティング行ったら僕ですね。あネロちゃんか。黒とピンクの多分すいません。ちょっとトータスさん身があるので。トータス身
したんだろうこれ。おお。ああ、ありがとうございます。あ、よかったよかった。原さんあれだよね、コックピットだよね。はい、コックピットです。今どっちのピンポンパンでした？オレンジ。阿部さんか。で、僕もう10秒くらい前かな、バイタル見た時2人とも死んでて、うん、その前カメラついてたの皆さん知ってます？僕はずっと見てたんですけど、うん、でエンジンでトータスさんと阿部さんがコックピットの方に行くのを見たんですよね、扉開けてるの見て。あ、これはトータスさんだな。トータスさんだと。ネロちゃんと一緒にその後停電直しに行ったつもりやってんけど、いやトータスさんね、ボタンあるのに押してないのが怪しいんだよね。そこかよ。ちなみに死んだ順番はスナパイさんが先です。あ、そうなんだ。スナパイさんはデッド見て、エレキ、メイン、エンジン、宿舎、ミーティング、金庫と、まあ斜め上にこう左上斜め上な感じでずっと探してました。被災地どこでしたっけ？コックピットです。コックピット。阿部さんの死体がコックピット。阿部は割と直近まで生きてた気がするけど。うん、あ、そうなんだ。うん、関われなさそうなのが、うん、竹雄さん。竹雄さん絶対無理。あと柿さん。柿さんも無理。あと分かんないけど、うん、源さんもきついと思う。だからじゃあどうだせ。源さん宿舎前であったら最後ボタン押しに行こうと思ってたんで、俺ボタン押しに行こうと思ってネロちゃんが言ってくれたから俺気遣いしてそのまま、その時もカメラついてたと思うんやけど、あのエンジン宿舎で今登ろうとしてるところなんよ。で多分宿舎前エンジンぐらいで原産とすれ違ってる。あとね、トータスさんめっちゃ釣りたいのが、うん、最初本一緒にやってたのにさっきまた一緒に湧いて本やってたから、トータスさん本やってないよ。一緒に本やってた以来本やってないぞ。本めっいや本だね、めっちゃやってるから、なんかフェイクタスクちょっとバレすぎて、なんか俺的にはこの人はやってねえだろってずっと思って。多分これ船の状況的にはトータスさん釣ると思うんですけど、これ一人もいるか、ジャッカルインポスターどっちか、トータさんが逃げるしてるかどうかを判断するのが大事だと思います。どうですかね、皆さん。場所終わりました。タスクも僕も終わりました。俺、本のタスク2体なんか言うてねえけど。いけるちゃいます。いや、これタスク相手いけると思います。あら、あれ？いてないやん。役職をご覧ください。役職一個もおらんやん。何なんこれ。バレた。通常無駄。そのタイミングで相方人的にで釣られていくの俺。すいませんでした。もう本当に通常無駄になってました。これ多分あのミニマムなんとかロールズってやつを、うんうん、ゼロじゃなくて1にしんとため。そうですね。ミニマムとマックスが1じゃないと出てくれないそれ。本当に通常村。いや、そら通常村でした。無理やで。普通の村で。おい、ジャッカル何してんのだよ、こらって思いながら。そりゃそうだよ、ね。いやそう、みんなジャッカルとか言ってるから、ジャッカルおらんねんと思うよ。シェリフもらんねんと思う。この子見たら、ピカタシェリフだったんだ。かわいそうみたいなコメント結構あったんですけど。ちょっとトイレ行ってくるわ。トイレ行ってくるわ。一番ね、お、霊界。霊界目線が一番面白かった。それはおもろいだろうな。みんなそれで喋ってるもん。そう。最初それだから最初あの足湯トータスインポスター同士で、ああこれいいじゃん、面白い面白いと思ってよく見たら、うん、えあれいない、誰もいないみたいな。めっちゃ面白かったそれ。